ハロータマンタマンジャパニーズステーション、アク立花慎治、アクバブルスレネブスタジオへようこそ。というわけで、私どもデネブの、活動報告をさせていただきたいと思うんですけども、まだまだコロナ禍のため今はまだまだ何もしていない状態なんですが、はい、少しずつ、ライブの動きになってきております、はい。日本のですね、僕たちの住んでいる場所の近くにあります太閤寺というお寺の、中に広いホールがあるので、そこのホールでライブをただいま計画中でございます。はい、11月15日、お昼夕方になるのかな、夕方だ、ね、はい、16時からスタートで、はい、夕方の時間まで演奏するというライブを計画中でございます。デネブ単独コンサート2020というわけで、はい、僕たち頑張ろうと思ってますので、ぜひ皆さんも応援してください。よろしくお願いします。お願いします。動画とかもね、撮れたらね、インドネシアのあのね、皆さんにも届けられるように、ね、インスタグラムなんかにも上げていこうと思います、はい。そして僕たちデネブオフィシャルの、インスタグラムのアカウントで2年前ぐらいからやっておりましたワンミニットレディオと言いまして、僕たちがインドネシアの楽曲、インドネシアのね有名なアーティストの、今売れてる曲とかね、懐かしい楽曲なんかを、カバーするワンミニットレディオというのをやっておりまして、はい、1分間だけ、この曲を演奏する、そんな企画をまた始めようと思っております。皆さんぜひとも、はい、リクエスト、リクエストがあれば、ぜひとも僕たちのインスタグラムのアカウントにぜひともコメントください、はい。そしてこちらのね、ジャベリーズステーションのこちらの YouTube チャンネルにもぜひともコメント、ください。そしてですね、ライク、コメント、チャンネル登録は皆さん忘れないようにお願いいたします。イエーイ、お願いします。はい、というわけで、はい、トピック1の方に進んでいきましょうということで、はい、プロデューサーよろしいでしょうか。はい、じゃあ進めていきましょう。トピック話題1、サトゥー。というわけでですね、はい、今回の話題1は小さいけど高い、小さいけど高い、魚を育てるならチュパンはいかが。チュパン、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 何チュパン。うわ、派手だなこれ。一貫のこれベターじゃん。ベターだ、ベター、ベター、日本ではベターっていう。あ、本当だ、ベター SP って書いてある。そう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 、なんかあの何、縄張り争いするの、この、この人たち。だから一匹ずつ飼わないと、あの殺し合っちゃう。大変。そうそうそう、僕魚食べることしか知らないんで食べちゃう危なかった。食うことしか考えてねえ、ダメだ。なんで？もうどうすんのそれ？戦争。ねえ、揉めるはずだよ。いっぱい買えないもんこれ。一個ずつ買ってんのか。一個ずつ80個。うーわー、80個。何千万で、何で価格が変わるんですか？ヒレね、あの綺麗だったりとか。へえ、うん、あ、子さんのベタか、お子さんのジュパンかとかで違うわ。へえ、綺麗だよね。でもあの一時期私も欲しかった、すごい綺麗だよ、ふわーって。僕食べられないんで。80匹、もう玄関開けたらもうチュパンだらけ、チュパンだらけ。でも80匹置けるお家に住んでるでしょ。ね、まあ、そういうことだよね。ここにもチュパン、ここにもチュパンみたいな。あそこにも、ここにも、階段にもチュパンみたいな感じなのかな。炊飯器開けたらチュパン。食っちゃいかんね。冷蔵庫開けたらとか。200匹もうだって水槽が変な形してるもんね。金持ちになるとやっぱそうなんだ。そこ関係
た。でも、うん、その飼い主が綺麗だね。どこ見てんの。わ、すごい尾ひれがやっぱすごい大きいほど高いんだろうね。あーね、強そう。15万ルピア。あれ安くない？15万、100円ぐらい。 10万ルピアで1000円だから。あ、そうか、1500円ぐらい。1200円ぐらい、うん、めっちゃかっこいいけどね今ね。3000円ぐらいか。でも結構綺麗だよね。ね、で2500円か、2500円ぐらいでこう、うん、これいい。あ、中級ルパンだっけ、ね、中級チュパン、ルパン、ね、ルパンは買いと。わあ、綺麗。ハーフムーン。すげえ、確かに、あのハーフムーンだね。ハーフムーンだね。あ、確かに。確かに、確かに。あ、これ、結構、これ日本でも見る。6000円か。まあ、ここになるとちょっと中級以上になってくる ね。上級出版。お。1万円。わあ、なんか。何が違うのか分からない。これに1万円。すごいね。これはいいんか、これは。いや、顔が白塗りだからじゃない。なんかファンシーだから面白いよ。バカ殿様みたいな感じなんだよ。これでも綺麗だね。なんで今ぶっ飛んだね。2000万。20万。20万円ぐらい。17万ぐらい。15万ぐらい。あ、本当か。あ、そういうことか。国旗になってるんだ。へえ。日本で聞く高い魚、高い観賞用の魚って言ったら、あの古代魚。いや、でも古代魚、昔の ね、あの古代からいる魚みたいなやつを結構買うことがあって、どんどん大きくなればなるほど値段が高くなって、それこそ400万とか何百万とかするものもあるって聞いたことある。日本だって昔からあの鯉が、錦鯉っていうのがいて、鯉ね、あれがさ、だってマンション買えるぐらい行くじゃん。行くね。3000万とか行くの、その1匹が。鯉、鯉ちょっとね、なんか私たちにはよくわからない世界。まあ、広島だけにね、野球のチームがカープっていうね、そうそう、鯉の鯉、テーマなので、まあそういうものも流行ってるのかなと思いますけど、はい、なのでそちらをですね、インドネシア語で、はい、習っていきましょう、はい、インドネシア語でちょっと読んでみようと思いますね、はい、せーの、イカンヒアス。イカンヒアス。さて、それでは話題ドゥア2位に進んでいきましょう、はい、インドネシアの面白い結婚式ということで、結婚式面白いの、面白いというか、まあ楽しい、まあ、祝い事ですからね、楽しいも何も、ね、どうなんでしょう、インドネシアの面白い結婚式見ていきましょう。はい、旦那さんのメイクが超濃い。なんでこれ、あのお化けのやつに似てない？だってもうこっから色違うよ。すごいね、こっからなんで首まで塗らなかったんだろう。旦那さんが奥さんかどうかわからなかったのか、ね、どうしたの、どうしたのと思ってやってて、はい、どうぞどうぞ。旦那さんやったみたいなことになったかな。これすごいな、はい、次どうぞ。スーパー戦隊結婚式写真。これやばいな。青レンジャーとピンクレンジャー、ね、結婚してる。いや、怪しいと思ってたんだよ ね。赤じゃないんだ、赤レンジャーじゃないんだ、ね、赤はね、いつもね、損する役なんだよね。あ、そうかね、そうか、うん、だいたいあのアンパンマンでもやっぱり食パンマンとドキッちゃん結婚したみたいな感じと。アンパンマンはいつもが蚊帳の外なんですよ、ね、あ、そうね、赤レンジャーは蚊帳の外で、やっぱり青とピンクが付き合うんですよ。青はちょっとクールだから、ね、クールですからね、クール、ええ、あの青レンジャーの横の男の子がなんかキョトンとしてたら面白いね。はい、はい、ジョーカーとの結婚。どういうこと。本当、じゃあ、あのあれでしょ、これあのバットマンのジョーカーなんじゃない。せっかくだった
らメイク行ってほしかったですね。ここまで行ったんだったらここ行こうよ。ここいやもう日本のあのルパンと変わらないですもんね。そう、今ね。そうだね。メガネかけたルパンみたいな。そう、ルパンと結婚してる、ね、確かに。はい、次行きましょう、はい、どうぞ。学校の制服での結婚。なんでえ、この人学生すごいですね。あの高校の時が着れる、高校の時の SM1 の時の制服が着れる体型なんですね。もう絶対着れないでしょ。絶対着れないですね。半分ぐらい、うん、ってやったらバーンみたいなシャツになりますね。はい、次行きましょう。高校の時の結婚式は続行。延期しよう。いいよもうこれは延期していいよ。ね、お嫁さんもちょっと笑ってないこれ。もう笑ってるんじゃないか、お嫁さん泣いてんのかな。なんで洪水なの。私の結婚式なんで洪水なの。その隣の隣にいるあの子供さん、なんでこんなんでもやったんやろな。洪水やったら延期したらよかったのになって思ってる顔ですよね、これ多分ね。なんかプカプカ浮いてそう。次はボーイスカウト結婚式、誰がどれ。どういうこと。もう誰がどれ。真ん中の2人だね、多分ね。まあね、真ん中の2人ですね。え、どうする、全員旦那さんだったら。何それ、一夫多妻制の逆一妻覚醒。すごいね、イケメン揃いですよ今回、ね、誰と結婚するみたいな。もうなんか意味が分からん、なんでなんだろう。フォトの圧がすごい、すごいね。記念写真のなんかもレベルをちょっと超えてますね、ボーイスカウト感がね、うん、次行きましょう、次行きましょう。なんでマリッジブルーってか、ブルーすぎるわお前。どんだけブルー。え、さっきのベタを見てるわけじゃない。ベタ結婚式、チュパンペ結婚式ですかね。チュパン結婚式。でもブルーすぎるって言ってもこれあのすごいですね。え、これ何がしたい。フェイスマスクで感染対策。え、これ実はパックだったりとか。あまりにも肌のあれを気にしすぎない。マリッジブルーにより肌荒れを隠す。これ謎すぎない。でもこの2人にとって青っていうカラーが何か特別な意味があったんじゃないですか、多分ね。はい、はい、それでは本日の感想なんですけども、今日もですけど、なんでこんなにインドネシアはハッピーな、そしてちょっと笑えるネタばっかりなんでしょう。なんかほのぼのしてるから、なんか幸せな気分になるんだよ。一番印象に残ってるのはやっぱりあれかな、あの結婚式のさ、青い人たち、あれ全部あれが今回かさってんだよね。かさった。あともう一人、あの洪水の中結婚式挙げてる人たちの横の子供。子供で。なんで挙げたんやろうなってやってた。あの人ちょっとぜひ注目してほしいです。あとあのね、変身しそうなね。変身しそうね。レンジャー系のね。レンジャー系の結婚式。あれもすごかったな。すごいなと思いながらも見てましたけども、ね、本当にね、なんかニュースが絶えない。そう。ね、ただでさえあのあれですよ、インドネシアに行った時のニュース番組見てたら、すごいシリアスな番組やってて、何かなと思ってずっとこれ何のこと言ってるんだろうねって、その時まだ特にインドネシア語ももっと分かんなかったから、何やってんだろうって思ったら、車が事故しててそこにスクーターが当たったんだって。で、どのようにして当たったのか、どのような傷ができたのかっていう検証を一生懸命ニュースでしてたんですよ。これは警察がやることだ、警察がやることだし、ちょっと内容薄くねってすごく思ったんですけど、でもあれがニュースになるぐらい、ある意味平和なのかもしれないですよ。そうだよね。まあ、ほんと、あの日本と違いすぎるのが確かにめちゃくちゃ面白いんだけど、面白いんだけど、なんて言ったらいいんだろう、本当にほのぼのするんだよ。なんかこれ、そうそう、インドネシアの話聞いてた。心が温かくなるものが多いですよね。そうそうそう、チュパンもすごい可愛かったですね。ね、チュパン。僕は食べ
まあいいか。あんまりそういうことは言及しない。お魚大好きだからね。お魚大好きですね。日本にですね、魚魚魚魚を食べるとっていう曲があるんですけど、あのぜひとも皆さん聴いていただきたいと思います。お魚天国って曲だ。はい、ありがとうございます、はい、それではエンディングとなりますが、皆さん今回はいかがでしたでしょうか。はい、もし皆さんからのリクエストあればコメントの方に書いてくださいね。どうもありがとうございます。はい、それでは僕たちのコンテンツが面白いと思ってくれたら、ジャパニーズステーションのチャンネルにライク、コメント、またはチャンネル登録してね。ということで今回はありがとうございました。次回もお楽しみにね。3倍10倍